様、ポルタローです。よろしくお願いします。今日はですね、お嬢さんがマックスと一緒に遊ぼうか言うてるんで、しゃあないから遊んでやろうかなと思ってるんです。ほんまは二人でお嬢さんと遊びたいんやけどね。じゃあ、しゃあないから行ってみましょうか。マックス抱っこしてるやん。あれ？ちょっと待って。それ僕のやで。ちょっと。お嬢さん、間違えてない？それ僕がはめてお散歩するやつやんか。なんでマックスにはめてしまうんや。なんで？ちょっと、理解できません。ちょっとやめてください。見せつけてるやん。こいつなんなん？えらい挑発的やんか。どういうこと？ちょっと事態が理解できないんですけど、何が起こってんのよ。これは僕のんで、こいつはマックスやんね。なんで僕がお部屋に行けて、こいつが僕を挑発してんの？ちょっとお嬢さん。あれ？それつけるということはお散歩行くっていうこと？僕はこっちですよ。勘違いしてませんか？なんでこういうことになったんでしょうか？ちょっと君、それ僕のんやんね。っていうか、僕はポルタローで、君はマックスやんね。合ってる？それ。その辺もなんか疑わしなってきたわ。おいおい、ちょっと、そういうことなら実力でちょっと分からせてやろうか。おい、返せ。それは僕のんや。この際やからはっきりさしとくけどな。この家のリーダーは僕や。それで合ってるよね。ちょっとストーブの前でゆっくり考えてみようか。どう考えてもおかしな状況になってるんやけども。ちょっと兄貴、どう思いますか？お嬢さんが変なことするんですけど。いや、もうええで。もうええ加減返してくれと僕もほんまに怒ってしまうよ。ほら、実力行使か？もうこれしかないのか？わかった。もうこの足引きちぎってしまうよ。いいねんな。僕はそれぐらいできる男よ。素直に返すなら許してあげる。よし、返しなさい。わかりましたか？よっこいしょ。反省したなら許したるわ。え、なんやそれ。なんやそのスタイルは。ムエタイ？タイキック？なんじゃそりゃ。戦闘スタイルということやな。結局僕に対してはその挑発的な態度で来るということやな。よっしゃ、わかった。ほんならこっちもその気で行こうか。行くで。来い、こっち来い。とりあえずこのあったかいストーブの前でやってやる。よし、別にストーブに当たりたいわけちゃうからな。行ってまうぞ。よっしゃ。もうどうなっても後悔すんなよ。こうなったら行くとこまで行ってまうんやからな。おい、ほら見てみ。ひっくり返って恥ずかしいやろ。こんなんさせられて。え？もう二度と俺に歯向かうんじゃないぞ。俺がこの家のリーダーや。これではっきりした。あれ？お嬢さん、どうしたの？マックス、やめろ。なんかするつもりやろ。おい。え？あ！え？えらいこっちゃ。すごいキック力やんか。これがタイキック？さっきやられんでよかった。こんなんやられとったら俺のケツ爆発してまうやんか。お嬢さん大丈夫？お嬢さんのケツ真っ二つに割れてへん？あ、真っ二つには割れてるんやけど。いや、あんなんされんでよかった。やばかった。え、もうあんなん見た後やから、そんな格好されてももう何にも言えませんよ。やばいやつというのはもう分かってしまいましたから、もう見て見ぬふりします。何にも見てませんよ。いやー、やばかったね。もうこれからちょっとマックスとは距離を取らなあかんね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。みんなどうもありがとう。え、マックスもうどこにも行けないよね。